飯島東十郎は、山崎製パンの創業者である。東京府北多摩郡三鷹村に生まれる。16歳で父親を亡くし、旧正中学を中退して、新宿中村屋へ勤める。1931年に中村屋を辞して、現在の東京学芸大学にあたる東京府、豊島市藩学校2部に入学する。後に、中村屋の店主相馬愛像の影響で、クリスチャンになる。 市範学校卒業後、東京市内の小学校教員を経て、中東教員検定試験に合格し、東京府立航空工業学校体操教師になる。1941年に陸軍から招集されて、校舎砲兵になる。陸軍少尉に任官。河野大の陸軍部隊に所属した。福音後軍隊時代に過ごした千葉県市川市、中国軍の連兵場後へ入職し、 当体農事実行組合を設立する。1947年の危機台風時に被災製紙工場の濡れわらと小麦30票以上を交換入手し生パン量を起こすきっかけとする。1948年には市川市京成港の大駅前に山崎製パン所を開業した。飯島当体農事実行組合でもパン製造を営んでいたため食料管理制度下で 飯島の名前では、認可がおりなかったため、未亡人となっていた妹の突入先のせいである、山崎で認可を得て、称号を山崎とした。当時パンを入手するには、地方食料営団指定の配給パン工場へ、行き配給ギップで購入するか、家庭に配給された小麦粉を委託加工所へ持参して、加工賃を払い、数日後にパンを受け取る方法があり、飯島は、 校舎の事業から身を起こしている。まずは、コッペパンの製造を手掛け、ついで、ロシアパンや菓子パンに進出している。1949年に和菓子、1950年に洋菓子の製造を開始した。1952年に市川駅前に市川売店を開設し、両国や杉並に工場を設け、1960年に首都圏へ本格進出し、 1966年に関西へ進出して全国展開する。たびたび海外視察を行い、日本の製パン業界が遅れていることを実感して、業界の近代化に努めている。ワンマン経営者で、社内の反対にもかかわらず、千葉市の川口パンを個人で買収して、取締役を兼任、前日の関西進出の際にも関西地方の製造や販売を担当する企業を、 山崎製パンとの資本関係は、ほとんどない別会社として設立するなどし、山崎製パンに損害を与えたとして、社長職から退任した後に監査役から、商法の協業非主義無違反で訴えられ敗訴している。また、1977年には、当時専務を担当していた弟の一郎が、山崎製パンの大株主である、日清製粉のバックアップを得て、 東重郎を社長職から追放した上で同職に就任したため、東重郎は日本船舶振興会会長の笹川良一による支援で日清製粉の株式を買い占めるなど、お家騒動に発展したが、日清製粉のオーナーで交代指費、美智子の実家である小田家への飛び火を恐れた財界が事態の収集に動き、富士銀行相談役の岩佐外美が仲裁する形で、 東十郎は山崎製パンの社主となり、社長は東十郎の長男である信広が就任。一郎は一旦代表権のない会長に就いた後、すぐに子会社である山崎伸子の社長に追放することで決着した。出身校の後ろ身である東京学芸大学の創立20周年に会館建設費を寄付し、同学に20周年記念飯島同窓会館がある。 1989年12月4日、79歳で死去している。ありがとうございます。